はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリーターさんからお届けしていこうというふうに思います。JWC のですね、対戦の中からなんですけども、今日のお話は、ペッカスパビーズですね、通称中華式なんていうふうにも呼ばれたりしていますけども、この戦術に関して最近ですね、レジェンドなんかでも上位の方がよく使っている、あの編成が流行り始めてるというか、んーっていう感じなんですよね。でそれを今日ちょっとですね見ていこうというふうに思っています。で一番最初に見てほしいのは K さんが攻めているこれですね。この形がですね、かなり今流行りの形になりつつあるのかなっていう気がします。投下兵舎を使うパターンなんですね。でペッカとスパビズを使ったこの編成って、もういろんなそのなんていうのかな、パターンがあるんですよね。クイヒーから入っていって、で突撃艦イエティで援軍釣りながら、区画を削って入れていくってパターンもあれば、こんな風にグランドオーデンのオデヒーから持っていくパターンもあるんですけども、でこのグランドオーデンのオデヒーから持っていくパターンも、今投下兵舎のパターンはまず一つ目、これが今流行りだと思うんですけど、見てもらいたいんですけども、だけじゃなくって、突撃艦を入れていくパターンだったり、ウッドランチャーのパターンとかいろいろあるんですね。なんだけども、やっぱですね、投下兵舎が使えるパターンを作れるっていうのは、これ結構なアドバンテージになるんですね。で、それがどれくらい、刺さるのかってところを見てほしいというふうに思っています。で、これなんですけども、イメージここを主力のペッカスパビズを通していきながら、上側、こっち側ですね、ここに、キングとあと投下兵舎、こいつを刺していくという感じです。でタウンホールはもう壁の中から、スパビズだったりアーチャークイーンが射抜いてくれる感じですね。こんな感じ、スパビズがタウンホールを壁の中からこう射抜きますよね。で後ろからアーチャークイーンが続きながら、上側に関しては、キングとあとは、投下兵舎から来たウィザーとペッカで、さらにはロイヤルチャンピオンが入ってるんですが、このロイヤルチャンピオンに投下兵舎の中のホグライダーが合流してきて、最終的にこのホグライダーがぐーっとね、こうロイと一緒に進軍していきながら外周部分を掃除していくという形になっていくんですね。でこのパターンってどっかで見たなっていう気がしませんかね。よくペッカイエティとか昔やってた方はまさにこのパターンでやってらしたんじゃないかなって思うんですよね。でそれの再来に近くて、結局最後こうホグライダーがロイちゃんの盾になってくれるんで、ロイが生き残っちゃうんですね。ミリ体力で、まあ、ホミングシールドあるんで体力結構ありますけども、ミリ体力でもホグが前にいれば爆弾でも踏まない限りそうそうやられないじゃないですか。っていう感じでロイヤルチャンピオンが本当に最初、まあ、中盤から終盤最後までの、仕事をしっかりやってくれる、っていうことが、まあ、このホグライダーのおかげでできるようになるっていうことですね。いやこれいいんですよね、マジで。ちょっとねもう一回見ていきましょうか。でこれをすることによって何が難しくなるかっていうと、壁開けです。で壁は2層までスーパーオールブレイカーでこれね開けやすいんで開けてるんですけども、その後っていうのはやっぱジャンプの呪文がどうしても複数枚必要になるんですね。1個はここですね、ここにかけるんですけど、もう1個ってこの壁乗り越えなきゃいけないんで、そこにもう1個かけざるを得ない。でこれがウッドランチャーだったら、この手前側の、まあ、この部分の壁ですね、この部分の壁っていうのはウッドで壊していけるんで、このジャンプいらなくなるじゃないですか。その部分をまあ、ヒールにするなりとか、まあ、別の呪文に変えることができるんですけど、このパターンでいっちゃうと、突破兵器で壁が処理できないんで、どうしてもジャンプの呪文2枚積まなきゃいけないという形になりますね。あとジャンプの呪文、これあれか、2層目のここもジャンプでかけていきますね。こういう風にここの壁とここの壁を開けてますね。これとこれですね。いや先ほど言った説明違ってました、ごめんなさい、まあ、って感じですね。で、その代わり外周部分の今投下兵舎が出てきましたけども、この部分に金庫とかこうあったとしても、全然ペッカとウィザーとかガンガンこれ潰していってくれちゃうんですよね。なので、キングとその後から来るロイちゃんの仕事量っていうのが、あんまりこう足止めを食らわずにゴンゴン進むことができちゃうっていう、まあ、そこの部分の強みを活かせる形になるのかなっていうところですね。で、まあ、中心部分に関してはもう言うまでもないですけども、しっかりとヒーラーがレイジかかった状態でペッカに移っていって、ペカヒーですね。で、このペカヒーがやっぱりね、回復量がヒーローに比べて、一般ユニットの方がね、ヒーラーの回復量高くなるんで、なかなかね、ペッカがやられないんですね。で、そいつがしっかり最後までこう盾になってくれていて、で、まあ、中盤が終わる終盤に差し掛かった頃っていうのはもはや、スーパーウィザード別にいなくても大丈夫なので、
で巨爆とか多分この辺一発で全部やられちゃいましたね、巨爆でね。はい、でやられちゃったんですけども、もう終盤って外周しか残ってないから、もう外周しか残ってない状態にこういう風に、ね、なった時点で、ホグロイちゃんが無双ですね。あのこいつらがあのこういうね、火力がもう少なくなっていて、あの薄っぺらい、層になっちゃってる、防衛に対してはめちゃくちゃ強いんで、まあ、それもなんていうかな、このペッカスパビズで最後残る防衛施設の形ってこうなりがちだから、まあ、そこにすごく合ってるかなというふうに思いますよね。まあ、ケイさん結構ジャンプの呪文こう際どくねかけてってるんですけども、まあ、そうでなくても ある程度余裕持ってかけたとしても、災害層はもう完全にロイちゃんとホグに任せるっていう感じでやっていけば、これ全然いけたのかなと思います。まあ、このねケイさんの呪文のその落とし場所はすごくレベル高いですけども、まあ、そこまでしっかり真似する必要もなかったかな、ないかなっていう感じですね、実際やってもらうときには。で、さっき言ったウッドランチャー使った形ですね、こんな風な、編成でいったりもします。で、今回のランボさんが攻めた場合っていうのは、これね、ウッドがね、すごくいい仕事するんですね。こっから刺していくんですけど、そうすると、インフェルノ2本プラスイーグル砲、この3つにウッドの攻撃がこう刺さるんですよね。で、刺さりながら、結構ね、こう狭いこの区画を、こういう風になってるのかな、こうかな、ここを、ペッカサイズがこう進んでいくことができるんで、集団を維持したまんま、進んでいける。かつその道中ウッドランチャーがダメージ与える施設が割と美味しいんですよね、主力の防衛になってくるんで、っていうね、あのパターンの場合には、投下兵舎を使わずにウッドの方がアドバンテージが取れちゃうってことも十分ありますので、まあ、それは配置をやっぱ見ながらにはなるんですけどね。まあ、だけども、あの投下兵舎が使えるパターンが作れると、やっぱりさっき言ったような理由で、ユニット全体が強くなるので、まあ、全体が強くなるという言い方はもうすごい雑ですけどね。まあ、そういうユニット数が増えるから当然ですよね。で、さらに、この攻め方をする場合に、外周の掃除役に使うロイちゃんっていうのはもうほとんど鉄板なんですけども、このロイちゃんの仕事量っていうのが、飛躍的に伸びるので、やっぱりいいですよね。あの相性のいい攻め方なんだろうなと思います。いや、これでもいいですね。うまいですね。クラン城から出てきたそのユニットが、多分今スケルトンがいたんでネクロいたのかな、その辺を全部ウッドでこうね飛ばしていったんで、相当、防衛軍処理もはかどってきてよかったですね。はい、で、最後はタウンホールまでこう壁穴開けて、でそこにアーチャークイーンが潜り込んでいくっていう感じですね。まあ、おそらくねこの形でいくんであれば、ペッカーがタウンホールまで残ってくれることを期待したんじゃないかなというふうに思うんですけど、ちょっと残ってくれなかったですね。いや、もう結構際どかったな、これ。バーバリアンキングが体力まだ高いんで、これジャンプ最後打ってリカバリーしましたけど、ちょっとこれは、なぞったらうまくいかないかもしれないですね。もしかすると。だいぶ予想以上に中央部隊が伸びなかったなっていう、多分ランボさん印象だったんじゃないかなと思うんですけどね、これ。このジャンプはタウンホール部分の壁が開かなかった時の、おそらく保険だったんだけど、投石区画が丸々残っちゃったから、じゃあこっちにリカバリーでかけようっていう感じでかけた。まあ、そんなジャンプに見えますね。ただ、イエティが残っていて、で、グランドボーデンもいるので、こいつらが投石壊して、キング外周の全開という感じですね。はい、こんな感じになります。まあ、ジャンプの呪文を使ったのはやっぱ確実性はありますよね。ウッドランチャーが壁壊せないっていうリスクをあまり想定しなくてもいいので、ジャンプの呪文は確実に壁を処理できるんで、まあ、そういう意味でも、不確実要素を潰すことができる点で、まあ、ジャンプ2枚の強みっていうのはそこにもあるのかなっていう気がしますね。で、もう一本見ていきたいと思いますが、今回もね、すみません、ちょっと、出なしさんには申し訳ないんですけども、だいぶですね、紹介したかった攻めが、出なしさんの攻撃の方にあまりなくってですね、T コンさん側にしかなかったので、ちょっとバランス的に、自然界ばかりを紹介する形になっちゃって、本当申し訳ないんですけども、このね、3本を今日は紹介させてもらいたいというふうに思っております。で、これは、スタドラさんがよく使うのかな、ゴーレム入れた形になってますけども、突撃艦でタウンホール潰すってパターンですね。で、これもね、やっぱり、なぞりを決めるには少しやっぱリスキーかなという気が個人的にはしましたが、ナーチンさんのテクがあるから、できたのかなっていうところが大きい感じがしますね、見てて。
で、このプランの場合って、この部分を、よいしょ、この部分ね。この部分をペッカスパイでこう潰していくんですね、ガーッと。そうすると、ここが丸々残るじゃないですか。残るところに突撃機関を当てていて、タウンホールを潰して、で、最後は、ぐるーっと、なんだ、反対側までこう突き抜けたユニットが回り込むような、そんなイメージの攻め方になってます。で、突撃機関をね、ナーチンさん結構こうね、角度つけて、こう、こう投げるんですよね。すげえない方するなと思うけど、これ。危ないよね、結構ね。投入中に今、完全になんだっけ。アイスゴーレムのフリーズ食らったし、シングルインフェルノもそこに来てたんで、結構際どかったんですけども、まあ、これで、タウンホール周り、しっかりですね、罠も回収しながら潰すことができました。トルネも回収してますね。ただ、これ、アーチャークイーンが逃げ切ったか危な、ギリギリでしたね、今ね。シングルに焼かれる寸前でしたけども。で、こういう風に突き抜けていってから、あとはもう、残ったユニットのもう惰性で押していくっていうね、ナーチンさんパターンなんですけど、これもなかなかね、この、なんだ、9時12時面か、ここの処理に、割くユニットのルートが作れてないので、これロイヤルチャンピオンがね、最後こう、めちゃ頑張ってくれるんですけど、フリーズ3枚残ってんでね、まあ、それ用にフリーズ3枚残したんじゃないかっていう気もするけど、ただなかなか勇気のある、ロイちゃんルートですよね。まあ、だからこそ、まあ、ロイちゃんにユニコーンをつけて、ラッシーではなくて、ロイちゃん本体がしっかりと延命できるような、ペット編成にしてるっていうところは、まあ、ナチンさんさすがですよね。こういうところが、しっかり臨機応変に、ユニットの付け替えができてるからこそ、これ前回まで伸びるんですけども、僕だと正直これ自信ないかな。ちょっと難しい気がする。って感じですね。ロイちゃんが見ての通り、もう相当体力残した状態で、こう、最終のシングルまでこう到達してるし、フリーズの呪文も2本残してるんで、まあ、これはもうプレイヤースキルの勝利かなっていう感じがしますね。まあ、言いたかったのはこんな風に突撃機関を当てるパターンもありますよと。まあ、この3つのパターンがあるんですけども、比較的、なんだ、プランニングの面である程度の確証を持てる、形を作れる。まあ、それがジャンプ2枚の10日閉鎖型かなというふうに思いますんで、まあ、そのね、編成、さっきのケイさんの編成、ちょっともう一回見直してもらって、そのまま真似てもらってもいいですし、もう一枚ぐらいね、もう一体ぐらいアイスゴーレムを追加できるならしてもいいかもしんないですね。アイスゴーレム2体ぐらいいると、中盤までしっかり、なんだ、スーパーウィザードが生き残りやすくなる傾向があるので、まあ、そこら辺っていうのは、ご自身のですね、まあ、プレイヤースキルだったり、あとは、まあ、相性もありますよね。それぞれのプレイヤーの呪文を打つタイミングとかって微妙に違ってるんで、そういうところの相性をいろいろこう使い分けてみながら、見極めていって、で、いいところにこう落ち着いてもらえたらまあいいのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、TH コンプリザさん側のアタック3本、ですね、ペッカースパビズ中華式ですね、これを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。こんな形で私のチャンネル、クラン対戦のですね、解説の動画中心にやっております。で、タウンホール今回14だけでしたけども、12から14までこう幅広く扱っておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた、これからもご視聴いただけたら嬉しいです。またですね、T コンさん、結構今メンバー充実してると思うんですけども、引き続きメンバー募集中です。で、14、タンフォール14オンリーなので、13以下の方はちょっとなかなか入りにくいんですけども、14でね、JWC、J2 にいるのかな、うまいクランとのガチ対戦楽しみたいっていう方は、ぜひ、門を叩いてもらったらいいかなというふうに思いますんで、そちらも宣伝させてもらいます。よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。